はい、おはようございます。昨日ちょっとね、休みで古墳回りしてたんでね、来れなかったんだけど、昨日自動車で通ったらね、なんかいっぱい人だかりが昨日一人ということで、なんかあったんじゃないかということで連絡を受けましてね、今日朝一番からちょっとね撮ってみましょうかね。何があったんやろうね。ただいまの時間が8時58分ね、はい、8時58分だ。 JR 行くね。ちょっと人が通っとるんでね、人が降りはりますんでね、下向いてみます。はい、何があったんでしょうね。はい、そうです、またここでございます。うなぎさんでございます。うなぎさんでございますけどね、なんかこう片付けたらへんねんけどね、まあ車はもうずっと前から止まってないですわ。6日、7日まで止まったかな。7日から止まってないですわ。7日から平均で張り張ったんでね、ちょっと取材かな、わからんけど、やってあるんでね、ちょっとありませんね。もういいかな。はい、はい、よかったですね。行きましょう。何があったんだかね。ここに貼ってありますわ。お客様各位、閉店のお知らせ。今回は近畿農政局からの是正措置を受けましたと。令和4年4月に7日をもちまして閉店ね。有限会社もだけどさ、この変わってるか。これはなんだ。これは弁護士さん。弁護士さんの髪もやら大きくなったね。はいはい、備品等持ち出したら処罰されますよ。はい、分かってます。それぐらいのことは。これは前と変わらんね。書いてることはね、内容は。ここはなんだ。これも変わらんな。はい、ということはこれやね、変わったな。これキャンの方、キャンの方、落ちましたね。はい、最後にちょっとゆっくりね、これ見ましょう。はい、書いてありますね。はい、これはうなぎんさんね。で、これが、これも前と一緒かな。ちょっと分からへんねんけど、一緒かな。何かに変わってないね、前とおそらくね。なんだろうな、なんで皆さん昨日来てたんだろうね。はい、そんなことで。今朝もね、さっきからおるんやけど、5人が6人かな。撮影されてました。で、さっき記者の方がねって聞いたら、いや違うよってね。あの一般の人みたいな、あのブローカーなんかやってたんだろうな。はい、閉店です。もうこう、あの取ることないと思います。最後でございます。最後閉店、もう取ることない。今日はね、ちょっと予定なかったんやけど、ちょっとね、昨日人だかりがするということでね、電話もらったもんで、どうも張り替えただけかもしれんね、分からんけど。はい、まだドロドロと歩いてきてあるんでね、残念なお知らせでございました。はい、今日でも完結でございますね。もう取ることないやろ、うなぎ屋さんはね。随分ね、いろんな方がブログや YouTube でね、残念があってありましたけどね、それでもね、どうやろう、7割8割の方は、まあ2、30人かな、うちで聞いた話によるとね、まあ怒ってありましたけどね。それからあとね、2割ぐらいの方かな、
まあ、5、6人はいらっしゃるんだけどね、いつ頃開くんかなっていう人もおりましたからね、期待していた人もおりましたね。再開をね、再開を期待した人もいたんやけどね、結局ねやっぱり無理でしょうね。普通のね卸会社やったらまだなんとかね再開できるかもしれんけどね、やっぱり氷になるとね、お客さん直接なんで、お客さん来なかったら商売にならへんしね、残念でございますけどね。ここからも見えますよ、ここからも、ほら、ここからも、ちょっとよくわからなかったね、昨日人だかり何だったのね、人だかり昨日は何だったんだろうね、人だかりはね、わざわざ電話くれたんやけど、ほんで今行ってみたんやけど、ほとんど変わりませんでした、内容は。歩いて1分2分かかるんやけど、ぐるっと回らなあかんからね。はい、もう今日でうなぎさんの情報は最高でございます。ありがとうございました。残念でございますけどね、もう閉店されましたから、再開もされないらしいですんでね、ね、超有名店だったみたいやからね、残念でございますけど、まあ仕方ないか。はい、ありがとうございました。